戦場なのですね。行けみんな、あんなやつやっつけちゃえ。人形使い、ゴーレムマスターか。シズさんが精霊を使うのを見て、そこからイメージしたのか。ぬいぐるみでこの戦闘力なら、特殊合金とかで作った人形だと兵器になりそうだぞ。もう、あんたちょこまかと逃げないでよ。ひょっとすると、5人の中で最強の能力かもしれないな。いかがでしょう。成敗してきますね。そここの程度なのか。そこ、こんなの使っちゃう。えっ、消えろ。いかがでしょう。終わりの時、あとはお任せ。負けたなんて我が働き、ご覧いただけました。結構うざいな、このぬいぐるみ。全部焼き払ってやろうかな。国、個体名、アリスロンドが泣き出す確率 100%。 やめておこう。念じで拘束するぐらいにしとこ。あ、ここほつれてる。ついでに修繕しといてやろっか。時間です。それまで。ふむ、体内のエネルギーは全然減ってないみたいだな。やっぱりダメか。これで崩壊を防ぐのは無理だな。あとは変質者で分離するとか。解、魂に融合されたエネルギーを分離するのは不可能です。だよな。残された時間は少ないが、別の手段を模索するしかない。はい、注目。今お前たちが体験した通り、俺は強い。その俺が約束しよう。お前たちを助けると。助ける。ああ、この仮面に誓ってな。それシズ先生の。そうだ、シズさんに託された。そしてこれを受け取った時に、お前たちのことも託されたのだと思っている。分かった。私はあんたを信じる。じゃあ僕も。私はね、最初から信じてたよ。お前ら、なんだよ。じゃあ俺だって。そうだな、ケンヤ。僕もこの人なら信じてもいいんじゃないかと思うよ。よし。あれ、シズさんって確かこっちに来たのはこの子たちと同じくらいの時だよな。どうやって助かったんだ。魔王レオンにイフリートを憑依させられたって言ってたが、もしかして。あの、絶対に助けてやる。だからお前たちは俺を信じていい子になれよ。いいな、シズさんから託されたお前たちを俺は見捨てたりしないからな。お願いします、先生。先生か、いい響きだ。森はあなたの味方です。